皆さんこんにちは EasyJapanese ージージへようこそこの番組では毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしますもっと自然な会話を覚えたいでも映画やテレビでは難しすぎるという方に台本なし編集なしのより自然な日本語をお届けしますポッドキャスト YouTube にチャンネルがありますのでお好きな方でお楽しみください今日もよろしくお願いしますはい皆さんこんばんは今日はですね7月26日の月曜日の、えー、もう夜なのでねもうすぐ27日になりそうなところです 今日は、まあ、最近の同じような天気ね、あの晴れてて、夕方からちょっとね、雨が降るっていうような感じで、まあ、夏らしい天気、でもね、やっぱ暑いですね、暑いです。うん。今日はね、ちょっとのんびりと過ごしていたんですけど、あの、まあ、オリンピックを見て、ちょっとね、今日は、あの、感動しましてね、はい、その話をしたいなと思っています。 最近はまあちょっと、やっぱどうしてもオリンピックのお話ばかりになってしまうんですが、今日は卓球のね、あのミックスダブルスの、あの、日本チームが優勝して金メダルだったということで、あの、おめでとうございます。本当に。えっ、ー、と、伊藤さんと水谷さんと。あの、僕はあの、卓球は、あの、プレイはしたことがないんですね。あの、実際にやったことはないんですけど、あの、 見るのは結構好きで応援してたんですよね。でまあ今回ね、あの、やっとこう、初めてというかね、あの、中国に勝って、すごいなと思いましたけど、あの、まあ卓球のお話をちょっとしたいなと思います。卓球って、あの、ちょっとね、日本だと割と独特なポジションにあるスポーツかなと思ってるんですけど、あの、 まあ体育の授業、学校でも、僕は中学生の時、卓球の授業あったし、あとは、高校生でも卓球の授業ありましたね。うん。ちょっと、まあ、ずっとやるわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとだけ、あの、やるっていう感じ。ただ、あの、日本だと、なんか、温泉、温泉旅館っていうか、温泉施設とかに行くと、卓球の台が置いてあって、 何だろう,こうレジャーというか遊びの感覚でやるスポーツでもあるもちろんそのちゃんとそのなんていうの選手として部活とかこうやってねオリンピックとかいろいろこう望んでいる選手もいるんですけどまあそういうふうに何だろうな温泉旅館にあるっていうのが結構面白いなと思っていてなんかお風呂に入ってお風呂上がりにね牛乳とか。 ビールとか飲んで、それでこう、まあみんなでワイワイとこう、やるみたいな、そういうような要素もあって、なので、こう、なんだろうな、まあ僕はさっきプレイはしたことがないですよってことを言ったんですけど、それはあの、大会とかに出たことはないっていう意味で、あの、言ったんですけど、普通に、なんだろうな、うんと、遊んだりっていうか、こう、なんだろうやったことはあるかどうかって言ったら、結構やったことがある人が、 日本ででは多いいんんじゃないかなかと思うんですね、うん、なんかこう例えば、まあ、温泉だけじゃなくてなんかゲームセンターとかねあとは何だろうな,なんかこうちょっとした施設っていうか,なか福祉施設とかにもあるしなんかねこうもしかしたら小学校とかでもこう廊下に置いてあったりとかするところもあると思うんですけど、まあ、ちょっと卓球やろうみたいな感じでやる。 っっていいうのが結構面白いなと思って多分ね中国とかに行くともっともっと盛んなんだと思うんですけどあの、まあ、日本だとそういう感じの、まあ、スポーツになってますでこれ僕気になったんですけどその日本以外の国に行ったら卓球ってやってる国もあれば全然やったこともないよっていうところもあると思うんですよやっぱりその 卓球の台が必要になってくるしラケットとかボールとかもまあ結構特殊だからうんサッカーとかえー、っとバスケットボールとかみたいにねあのそんなになんかどこ世界中どこに行っても皆さんやってるよっていうスポーツではないと思うんですよなのでちょっとこう僕の感覚ではやっぱりその中国の影響のあるまあ周りの国まあ日本も含めてですけど韓国とかベトナムとか台湾とか まあシンガポールとかもそうだと思うんですけどあのそういうところはすごくこう身近に卓球がありそうだなと日本みたいにね温泉みたいな感じでありそうだなと思っていてで気になるのはやっぱヨーロッパとかアメリカとかどうなんでしょうね実際に卓球卓球どうですか <laughs> ちょっと皆さんに聞いてみたいなと思っていてあのまあ そのオリンピックを見てるとその世界中のもちろんその国の代表選手がいてもちろんその例えばドイツなんかねあのヨーロッパでは卓球すごく強い国かなと思うんですけどあのどうなんでしょうね僕はもうあんまりこうサッカーとかあのそれこそバスケットボールとかあとバレーボールかな。 は結構ヨーロッパに住んでた時もなんかこうみんなでやったりとか友達に呼ばれてこう試合に出たりとかそういうことをやったりしてたんですけど卓球って全然イメージがあのないというかそもそも皆さんどういうふうにこう考えてるのかなと思ってただ僕はあの卓球ってその試合を大会で見るのがすごいお好きで面白いなって思うんですよね。スピード感もすごいああるしとと意外とこう 頭を使ってこう戦略的でなんか知的なスポーツというかねそういうところがあのすごくこう僕の好きなところかなというふうに自分で思ってるんですけどうん皆さんはどうでしょうぜひやったことあるよっていう方はそういうことを書いていただければ嬉しいですしオリンピック見たよっていう方もねあのいいかなと思いますしあのもちろんまだやってるんでねこれから見るよっていうのも面白いんじゃないかなっていうふうに思いますし ルールがちょっとわからないよっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、この機会にぜひ見て、あの、覚えていただければいいかなと思うんですけど、まあ、そうだな、テニスみたいな感じですよね。テニスにすごく似てると思います。ただまあ、あの、コートっていうかね、台の広さが全然違うのでね、まあ、そういうところもこう、なんだ、見ていきながら、今なかなかこう、ね、 試合とか見たりする機会がないっていう方もね、オリンピックの機会に見るっていうのは、こう一つこう、新しくスポーツを知るにはいい機会かなと思いますのでね、ぜひぜひ皆さん、あの、見ていただければいいかなというふうに思います。はい。ということで今日は、えっと、オリンピックのきっかけにね、あの、卓球のお話をしました。皆さんの国や地域では、卓球はどんな感じのスポーツですかっていうことをコメントにね、 書いていいいいてただければ非常にに嬉しいなとううふうに思いますもちろんのメールでもねいただければいいかなと思うのでよろしくお願いします。ということでではでは今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたこの番組は毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしています。ポッドキャスト、YouTube、のフォロー チャンネル登録をお願いしますそれではまた次回の Easy Japanese でお会いしましょうではでは